はい、というわけでやってまいりました。いや雨ですね今日はね、あの7月の、連休4連休の最終日ということで、ホンダのね、あのオフ会に、参加してまいりました。あの朝ね、9時半ぐらいに着いて、今、12時過ぎなんですが、もう案の定ね、雨が降ってきてね、午前中はね、ありがたくあの雨が止んでました。で、あの暑いぐらいでね、汗がだらだらしてあのおかげさまでいっぱいね、あの取れ高満載ということで、今日何台映したかな。いや皆さんね、やっぱこだわってね、あの車が、本当に好きな人が集まってるんだなという感じがしましたね。あのフィットがやっぱ結構多かったですね。この主催者の中間さんが、まあ、フィットの、フィット乗りということで、すごいね、やっぱあれカーチューンっていうんですかね、なんか民からみたいな、それで、まあ結構コミュニティがあって、まあ、それで集まってるというような感じだったらしいですあの後から知るっていうね、物販も実はありまして、これででん赤エンブレムゲットしました。これね、まあ、ちょっと中古品で若干傷はついてるんですけど、まあ、それが500円で譲っていただきました、ありがとうございます。でこれ黒エンブレム、黒エンブレムね、これ黒なんですよ。これ買うとね、なんか1万円ぐらいするっていう代物を500円でゲットしてきました。どうもありがとうございました。いやー本当にね、楽しい会でしたね。あの皆さん本当にね、楽しんで、参加してるなという感じがしましたね。でみんなね、あのやっぱ一眼レフあのいいカメラ持ってね、車バシバシ撮ってね、そのやっぱコミュニティの広がりを感じましたね。まあ、今これ5時までらしいんですが、5時までやるんですかね。これちょっと結構降ってきたよ。あのヤフー天気っていうのね、アプリダウンロードして見てたんですけど、やっぱ最近の天気予報って当たるんですよね。あの1時ぐらいからもう土砂降りの感じでしたけど、まあ、これぐらいの雨だったらなんとかやるのかな。まあ結構ね、遠方からね来てる方もいらっしゃったので、やっぱその辺時間通りしないとまずい感じですかね。で今日行ったのがね、あの京都の、高尾パークウェイというドライブウェイがね有料であるんですけど、1200円ぐらいかな。で JAF の会員があるとちょっと安くなると。でそこの大駐車場っていうところでオフ会があったんですけども、もう入ってねすぐなんですよねだその1000円の気分を味わえないままにピュッと入っても終わりなんで、またもう帰る、すぐ帰りますよとピュッと出るだけなんでね、もうちょっとこう上の方をワインディング楽しんで乗ってもよかったかなと思ったんですけど、まあ、今日ちょっとね帰って編集しないとダメなんで、もうそのまま帰りますという感じでそんな感じでした。でこれからね、あの不定期ですが、サミダレ式に、今回の、オフ会の動画をポンポンポンと上げてきますので、皆さんぜひ見てくださいね。いや私のフィットもね、ちょっと今回影響を受けて改造しようかなという感じでしましたね。カーチューンしてみたいなと思いましたね。結構 Amazon とかでね、皆さん安く仕入れてるんですよ。でなんかね、もう自分で何でもやっちゃうんですね。あのお店に持っていく方ももちろんいらっしゃるんですけど、もう自分の、腕でなんとか安くチューニングしていくと、まあ、それもね楽しいですよね。なんかそういうのを私もやったらこうチャンネル見てもらえるのかな、どうなのかなわかんないですけど、はい、というわけでね、今日は、2020年ホンダカーズ、京都オフ会に行ってきたよでしたじゃあね、バーイ。